まずこのキックオフの直後でした。ベルディーボールで始まって、一旦この大黒が下げていったボールなんですけれども、これ菅原が見て後ろに任せようと思ったんですが、誰もいなかったんですね。そうですね、ここで止めてしまいまして、これが一発レッドの退場になりました。まさか開始10秒ほどというところでしたけどね。